おはこんばんは。ゾクです。リクです。二人合わせてスクリクです。ということで、ね、今回はなんとね、あの夢と違う冒険とイマジネーションの海へ。そうですね。ディズニーシーという夢の国の隣の国ね。夢の国の隣の国にやってまいりました。はい。でね、これね、今ね、ここら辺なんていうのこの地域は、ロストリバーデルタにあるなんかお肉と。あのジュースを買いました。飲んじゃいます。はい、どうぞ。そうね、タピオカとチキンレッグを2つずつ買いました。お味のほどは、なかなか吸えない。なかなか吸えなくてうまいです。こういう感じですね。やめてください、私の分も飲むのやめてください。こっちの方が吸える。そうですね、このチキンレッグ、それ剥いて、うん、剥いてこういう感じです。油ギトギトのやつまあこれは美味しくいただきます。はい、まあまあまだ取るっしょ。うん、じゃあ次のところへ行きましょう。はい、どうも。ということでね、夕食をね、買ってきました。購入してきました。そうですね、ここなんだろうね、あの、なんていうフードコート、パバザヤフードコートっていうお店でカレーとナン、頼みました。で、私つくは、ビーフカレー、なんと960円。高いね、カレーごときで。で、リクさん、はい、そしてね、私が購入しました、チキンカレー、なんとね、カレーごときで760円ぐらいですね。まあ、つくさんのよりお得ですね。あの、ここはカスパフードコートというお店です。はい、そしてですね、あの、友人の夕食なんですがサラダのみ。夕食がサラダ、うん、かっこいいということでね。はい、じゃあもう終わりにした。はい、ということで、つくりくのね、思い出旅でした。はい、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。